皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はエレーナさんとソーハンさんの直接の通信シリーズをご紹介します。ソーハンとバルネックからのメッセージ。またあなたとお話できてとても嬉しいです。ソーハンです。私の古くからの友人をここにお呼びしました。彼らは誠実な友人であり、私が船のキャプテンだった頃のクルーでもあります。子供たちと人々を救うために、主に子供たちのために一緒に働きました。ここにいるバルネックはエリダニのイプシロン出身です。彼はカヘルという種族の出身で、私たち種族のいとこのような存在です。そして私の親友です。シラディオンはエラ出身で、パイロットであり、とても良い誠実な友人です。先ほどお伝えしませんでしたが、バルネックは私と同様に、同じ階級で艦隊司令官です。マイラはここにはいません。実際にはアシャーラ星系にいます。アシャーラ星系とは、あなたが、テイゲータ、と呼んでいるところです。彼女は今少し大変な仕事についています。彼女は救出されたハイブリッドチルドレンの世話をしています。地球とティアー、あなたたちが火星と呼んでいる星。最近そこでは色々な作戦が行われています。詳しくは言えませんが、その作戦は今、あなたの星の外れの方にまで及んでいます。敵軍に占領されていたすべての惑星が我々の軍によって保護されています。私は地球人を救出する軍艦に同行し、護衛するためにパトロールを行っています。知っての通り、地下ではまだ戦争が続いています。非常に激しい戦争です。戦争は確かに今でも続いていますが、良い方向に向かっています。人々は無事避難しています。今私は、あなた方に言えることと言えないことは何かを考えています。この惑星には地下王国への入り口がたくさんあります。おそらく南極全体が彼らの地下基地への主要なアクセスだと思います。しかしこれは善良な人々によって運営されているわけではありません。シーカー、ナガー、ティリアンのように、これは本当のアガルタ王国の国々ではありません。これは敵の地下施設です。私は行ったことがありませんが、バルネックは一度行ったことがあります。バルネック、君がここにいてよかった。そこは真っ暗ではなく、明るく。彼らは自分たちの動力エネルギーを保有しています。彼らは石やこの惑星自体からエネルギーを得ています。光です。どこにでも光があります。その光で植物や食べ物を育てます。そこには確立された都市があり、庭、森、湖があります。すべては自然のエネルギーで動いているのです。そうです。永続的エネルギー、再生可能なエネルギーなのです。このエネルギーの存在をあなた方はまだ認識する必要があります。私たちは違う名前で呼んでいましたが、名前は重要ではありません。重要なのは皆さんがそれを認識することです。それはすでに存在するのです。政府はそれを知っています。しかしながら、再生不可能なエネルギーから利益を得ようとしているのです。秘密結社カバールが運営していますが、後にすべて廃止になるでしょう。皆さんは辛抱強く待たなければなりません。それについて詳しく話すことができないのは、一つに、私はこれらの活動に関与していないからです。ただ彼らが崩壊しているのだと信じてください。恐れないように、絶望しないように、信じてください。彼らは失敗への道を歩んでいるからです。ある文化では石を使って石に彫刻を施します。ある文化は金属を用いて集合体を作り上げます。動力、エネルギーは多くのことを可能にします。多くの建築設備と建築技術、友人が話していることを翻訳しているだけなので、正直言って説明するのは難しいです。バルネックが直接あなたとコネクトできるか聞いています。
彼はやったことがありませんが、ちょっと試してもらおうかな。彼の頭の横にデバイスを置いて、私の前のテーブルにある大きなデバイスに接続するようにしてみましょう。私たちが何をしているかあなたには見えないので説明しています。テロスはアガルタ王国の一部です。テロスはあなたの時間という概念で言う、何千年もの間自由な領域でした。ところが突然、シーカーズが占領したのです。アガルタの王を抑え、テロスの首都であるシャスタ山を奪いました。テロスのエリートはアメリカ合衆国のエリートと同盟を結んだのです。シーカーズと連合しています。テロスは美しい都市です。かつてはそうでした。今は闇深くなっています。私たちはテロスを解放するためにまだ働いています。鉱物と水晶で作られた街は壮大でした。水晶で作られた建造物はそれ自体が光を放っていました。クリスタルが電力を引き出しているからです。建物の中のすべてのものがそのパワーで動いていました。言うなればすべてがその全体によって動いていました。ある私のテロスの友人は寺から脱出しました。今度彼を連れてきて、自分の世界のことを話してもらおうと思います。アガルタ王国には様々な人種や文化があります。異なった次元の物質と存在が古くから居住しています。その昔寺の人々はあなたの惑星の地底へと移動しました。大昔の戦争から、巨大な大変動をもたらした天から逃れるために、私たちは皆この通信手段が使えるのです。私たちは体の中に、他の装置に接続することができるデバイスを持っています。エレーナは共鳴によってコネクトできるデバイスを持っています。ソーハンは私を彼女の装置の周波数に合わせて、彼女の頭と上半身に入ることができるように、頭のてっぺんから肩のあたりまで設定しました。エレーナは私のことを知っていて、信頼しているからこそそうさせてくれるのです。信頼がなければできないことです。このデバイスが彼女の神経系に接続されているので、私は彼女の体の筋肉をコントロールすることができます。ですからこの技術は誤用されると大変危険です。これはカバール・オンテロと呼ばれるテクノロジーです。すべての地球人に装着して遠距離からコントロールしようとしています。このデバイスが神経系、大脳皮質に接続すると、個々の体が遠隔で制御できます。これが今私がやっていることです。私は彼女と異なるエネルギーを持っていますが、彼女は私にこうしてコンタクトすることを許可してくれました。私は違う人種なので、彼女はもちろん異なる周波数に接触することには慣れていませんが、エレーナは私たちをとても信頼しているので、媒体になってあなたに話を伝えることができるでしょう。私は二度彼女の命を救いました。彼女は私を信頼しています。次回は今近くの星系にいるテロス出身の友人を連れてきます。彼らはアルファケンタウリと呼ばれる太陽系に帰ることができます。そこにはサイロという名の惑星があり、テロス人の故郷です。かつてはサイロ人といとこ関係にありました。同じ民族、同じ文化だったので歓迎されます。サイロという惑星にはたくさんの月があり、難民を受け入れるに十分な大きさです。難民はその後、サイロ人に属している同じ星系内に散らばっていきます。サイロ人は銀河系世界連合の一員で、彼らは皆連合の一員として働いています。そこではそれぞれの能力に応じた異なる仕事をしています。サイロ人はテロス人と同じ種族です。彼らはあなたの惑星の、封印されて隠されていた記憶のエネルギーを復活させる仕事をしています。彼らは古代の歴史的な場所を明らかにして、あなたに答えを与えようとしています。隠れていた過去を知ることは、それはあなたが誰であるかを知ることです。あなたはどのようにして生まれ、誰の元に帰っていくのか。サイロ人は、
銀河系世界連合とテラのためにある特定の仕事をしています。テラのために隠されていた歴史の一部を含む場所を明らかにしようとしています。地球人に理解させるために、隠されていた歴史の一部を明らかにしようとしているのです。自分が何者であるか、どのようにして生まれたのか、そしてある人は問いかけるでしょう。なぜこの記憶が戻ってくるのか。いかがでしょうか。当チャンネルで以前扱った、地底王国のメッセージと符合する部分が多いです。右上の再生リストからチェックしてみてください。このメッセージは次回に続きます。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。